おはようございます。ブラストリート実況プレイやっていきましょう。ついに、ヨーロッパの全部の大会と、エキシビションマッチ、クリアしたんで、ついに、ヨーロッパ一を決める、ロンドン、ヨーロピアンチャンピオンシップ、出たいと思います。ここ、制すれば、ついに世界、だからね、おぉ、イギリスだ。おしゃれー、ロンドン。Welcome to London。どんなチームいんだ？チェルシーとか、あ、でも、3試合できるんだ。グループステージじゃないんだね。ラチオ、マンターレ、フィオレンティーナ、ブラックバーン、エスパニョール、ドルセール、パレルモ、ナンシー。まあ、いつものチームですね。ブラックバーンと戦ったことないんじゃないかな。ここに勝ってば、フィオレンティーナか。よし、行きましょうか。ロンドンヨーロピアンチャンピオンシップ。絶対優勝する。最近調子いいからね。ウィスターで終わってから。6人いるのか。いつも5人じゃなかったっけ？あ、6人いるのか。やっていきますか。あっちを。よし。いやー、緊張するな。ブラックバーン30位のに出るんだ。5 大会。上位8チームとかじゃないんだ。ウルスブルクと3位にいるけどさ、一回も立ったことないよね。お。またおしゃれなとこやってるね。あ、ちょっとやまったね。すげえ、あ、なんか、サイレム振ってる人いた。すげえ、規模がでかい。ちゃんとした大会じゃん。あ、来た。キックオン！すげえ。普通のツアーだよね、これは。オッケー。壁があるのか？普通のツアーじゃん。よし。これはテンション上がってくる。あ、強そうだな、あっちも。あ、やばい。落ち着け。先制点を取りたい、まずは。はい。ファール？やばい、怖っ。あ、キーパー若林くんじゃない。5人になったから、キーパー当てされたのか。フォーメーション自体な、これは。キーパー若林くんの方がいいけど、若林くんがフィールドプレイやってるからね。より低いんじゃないの？ゴールキーパーじゃあ。控え選手全然座ってなかったよ。主力の5人いつも来たやつだからね。奥林くんがフィールドプレイヤーになって。シュート！惜しい。いやー、ちょっとでも手強いな。芝生汚いね。綺麗な芝生でやりたいけど。はい。こ、そう。シュート、ファールもらった。ファール多いな。シュート！おー、ナイスキーパー。ファール。取れた。よし、ナイス。はい。おー、強いね、やっぱ。やばい。あー、危ねえ。あー、危ない。終わったかと思った。強っ。危な。やめて。危ね、あ、危ね、怖。はい。あ、危ね、危ね、危ね。みんなミュート選手みたいなミスするとこだった。危なかったな、今。普通にゴールに投げれそうだったよ。はい。ワンツー。こ、シュート！オッケー！よし、先生。今かな？いいですね。ラチオといえば、よく本田圭佑選手が、移籍の様子いっぱいあったね、ミラン行く前。何回もチェスカもつくわけだ。ラチオの移籍の様子がすごい出てた気がする。AI 移籍ってやつだね、いわゆる。怖いな。いいか、落ち着こう。はい。若林君がフィードプレイヤーの新鮮だな。若林くん、ちょっと行ってみる？おー、いいね。珍しい若林くんのゴール。よし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 。
まあ2点2でシュートは怖いな。やばい。ナイス。オッケー。よしよし。よしよし、ゴーゴー。ここ。あー、そっちじゃない。8、7、6、5、4、3、2、やばい、1。よしよしよし。前半は2対0。鳥が飛んでる。いいじゃないですか。後半行こう。後半、キックオフ。はい。やばい。ナイス。じゃあ岡林くんの本名なんだ？これか、デリーか。デリーって言うのか、岡林くんの本名は。わかった、デリー。次ゴールキーパーにしてあげよう。ゴール今回決めさせてあげたけど。やっぱ岡林くんはゴール守ってほしいからね。はい。どうですか？通んない。はい。あ、ごめん。いいよ。右。あ、まだある。やば。いけ！おー、おしゃれ。素晴らしい。盛り上がってんね、会場も。おしゃれー。よしよしよし。見せるサッカーをしていこう。魅了していこう、サポーター、観客を。今のところファンいんのかな、やばーい。2時点で終わりたい。ナイス。はい、ゴール。壁があるからやっぱゴールキックか。ごめんごめん。やばい。あ、やばい。ごめん。オッケー。やばい。ちょっと相手ミスだな。奪いたい、ボールを。あと1分。あ、打ってきた。やばい。あー、決められた。99番いいな、姿勢。姿勢って何の姿勢かな。やばいやばい、絶対怖い。無視点乗られたかったけど。まあ2点2でしてるから。3対1とかこっちは。まだ。シュート。頑張れ。はい。いけんだ。いけんだ。OK。あー、やばい。あー、危ねえ。怖え。やばい、通んない。おー、打ってきた。危ねえ。ファイブ。はい。何やってんの？終わって。ごめん。死ぬ気で守れ。OK。はい。おれー、よし、勝った。3対1。いやー、ガチよ。手応えはあったな。よし、何度か勝ってた。キーパー余裕1やんじゃないの。余裕ないのか。余裕ないの見えるもんな。デリーが 31? だね。今が27なのに、デリー31なんだ。若林くん。さあ、準決勝。フィオレンティーナですね。パレルモが勝ってない。またパレルモと決勝戦になることなのか。
何回もパイロットは決勝戦やってるな。デディをどうやってゴールキーパーにすんだ？どうやってゴールキーパーにすんだ？ちょっと待って、読み込んで。次の試合。ここか。ここで、ラインナップか。赤林くん、デディ。初めて知ってるデディって名前なの。はい。君はゴールキーパーだ。よし、じゃあ、フィオレンティーナ。強敵ですね、また。またイタリアかい。またイタリアか。ユニフォーム、あれ、紫だよね。松田だね。スポンサーが。これで行こう。行きましょう。よし。フィオレンティーナとお前戦ったことあるよね。どうだっけ？勝ったんだっけ？サマンタ対 ACF フィオレンティーナ。知り合いがフィオレンティーナを応援してるんですよね。松田。昔トヨタがその人たちじゃなかったっけ？トヨタとかニンテンドーとか。結構日本企業と関わりが深いですね。フィオレンティーナは、あーばい。やばい。やばい。よしよし、ナイスナイス。蛍光色だな、フィオレンティーナのユニフォーム。おー、最初に。うまい。あー、大丈夫。大丈夫、大丈夫。落ち着け。オッケーオッケー。はい。ここ、あー危ない、チャンス、ブラドバード、ブラドバード、あーカブトワンツー、俺がよく使うやつ、早っ、やばい、ナイスセンス。さあこっち有利だよ。はい、シュート、あーこれでもキープ、こうだって、あ、慣れてんの、そっちじゃない、拾っちゃった。シュート。オッケー。ふぅ。よし。さあ、次どんどん。あと1点欲しいぜ、ハンチ。ごめん。ごめん。オッケー。はい。あー、長いか。やばい。おぉ。やばい。え、うわ、動くか、決めた。いやー、強いな。一つにならいかないな。ただ、ここで、決める。オッケー。ナイス。読めてっちまいな。これ打ち合いか？打ち合い上等だぜ。さあ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 。来いよ。あーばい。うーわ。うま。強っ。普通に強いなぁ、フィオレンティーナ。やばい、強い。もう一回。あー、入んない。チャンス、シュート。やばい、戻って。やばい。左が空いてる。やばい、自分で行っちゃうか？危ない、危ない。ナイス。まだまだある。危ない、誰か行って、うわ、危ない、うわ、危ない、スキーパー寄って、見えない、見えない、よかった、よしよし、
中入って。こ、あー、どうだ、合わない。やばい。やばい。強い、ヨネティーナ。普通に強い。これやばいな、負けるかもしれない。いや、もう、それもしない、できない展開になるかもしれない。もうあと15秒しかね、ゼロのうちのうち来たけど、厳しいか？見て。OK。よしよしよし。打ち合い上等。そっちが決めるのはこっちも決めてやる。ゼロのうちのうち来たらでけえな。あと守るか。いや、いける。いけるいける。打ってくか、打ってきた、ナイス、よしよし、いや強いな、フィオンティーナ普通に強いわ。よし、後半行こう。こうした先に戦った中で一番船がある。さあ、後半キックオフ立つぞ。なんか、そう、シュート、止めて、はい、あー、大丈夫か、はい、怖いな、ユニケ、ユニケ、シュート、おー、惜しい、クロスバー、バイバイ、どう、何か、おー、バイバイ。でやばい、やめろやめろやめろ、やめて、ナイス。さあカウンター、こ、そっちじゃない、やめて、入った、よかった、入った、入った、あぶね、入んなかと思った、次キーパーがツーしたから、よかった、なんとかリードした。怖いな、1点差は。あのもう1点取って役員になりたいね。ウィンゴールは怖いからだ。うわ、うれ、ナイス、うわ、こぼれてる。うわ、うわ、倒してる今。ゴアストなんで決められた。いやー、これは弾いたとこに。いやー、すげえ。そんなのしなくていいじゃん、格好つきなくて。何格好つけるの、イタリア人は。イタリア人か知らないけど、決めろ、決めろ、はい、やばいやばい、やばい、はい、ほ、シュート、あー、捕まえた、やばいな、やばい、落ち着け、落ち着け、 OK OK、 よし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 、ここ行け、おお、格好つけないでいいから、よしよしよし、普通に行けてほしかったな。道具なくてもいいからゴールゴールしてるのに格好つけたからさあ、今やり返したな、相手がかっこいいボディしたかって。あ、5対4。よし、絞った。ノハード。はい、OK。時間使おう。ほっ。ほっ。よし。入った。まずガイドうまかった、馬。ナイス、ゴール。馬か、今の。角度なかったね、決めたな。やったー、2点差だ。よしよし。シュート。はい。はい。シュート。うん、うまい。やばい。今、ナイス。
あー、やばい、行くね。危ねえ。これ。あと何秒？いいね。10秒か。シュート！オッケー！ナイス！この人は新しい選手だな。見たことない。よしよし。7対4。終盤に立て続けに動き決めたからね。終わり？よし、終わった。勝ったー。勝利7対4。11点も入ったのか。打ち合いだったな。まあ、勝ちてよかったっす。よし、決勝戦。いっか。ラジオかな？勝てるかな？この調子で決勝戦。ラチオにこそ勝ってたけど、簡単に。4点は強かったな。さあ次はパネルも、またイタリアかよ。ここロンドンですよね。だからヨーロピアンチャンピオンシップなのに、戦ったら全部イタリアチームなんだけど。ブラックバーンとかいんのに、イングランドチームの。じゃあ、行きますか、パネルも。パネルもとは決勝戦で戦ってるイメージあるけど。か。緊張するな。緊張するな。ここまで来たら勝って終わろう。終わんないけど、勝って世界へ行こう。世界へ響かせ、叫ぼうぜ、ワンターで、気持ち込めて、戦え、ボータロー。すげえ。超綺麗。よしよし。ライトアップしてるね。こっちのゴールキーパーか。え？ゴールキーパー？待って。デイ君は？若林君は？え、若林君ゴールキーパーだよね。あ、パレルモゴールキーパーか？え？あ、わかった。パレルモゴールキーパーって言うの。うわ、見た。若林くんゴールキーパーがまた、外されたかと思った。シュート、うん、外された。けどない、ハードは。ごめん、ナイス！そう！ゴール、ゴール！あ、ダメだ。豪快に来てました。ごめん、その客席の人。やばい、やばくない？あ、危ねえ。ちょ、混んでる。危ねえ、ナイス！危ねえ、気をって！よしよし。あー、危ない。落ち着け、足出な。よしよし。届け、君に。はい、シュート！やって、やれない。やばい、カウンター。やばい、おー、ナイスキーパー。これ。はい。シュート。ああ、打てない。打ち合いだったね、さっきは。今度は1点が勝負決めそうだったな。やばい。よし。はい。はい。そう。シュート。惜しい。やって。立って。出ない。出ない。ごめん。やばい。行き場。ナイス。ここ！ちょっと長いけど、シュート！いやー、入んね。ごめん。あー、マジか。やばい。マジか。やばい。均衡を破ったのは、パイルムでしたね。じゃあ、落ち着きたいな、あと40秒。45秒に落ち着きたい。うわ、奪われた。ごめん。ナイス。ファール？足つくか。
蹴ってきた。うおー、怖っ。はい、そう、中シュート。うわー、ナイスキーパー。やばいやばい、1点差はまずいって。よしよし、じゃあ前半は失点しなければいい。危ない。ええー、ここの位置怖っ。おー、やばい、やめて。あー、マジか、厳しい。これはいやー厳しい状況です。赤星くんも押し込んでる。いやー、やばい、強いな、パネルも強いな。後半キックオフ、1点も取れてないからやばい。奪えない、落ち着け。最悪 V ゴールでもいい。もう失点すんな、もう失点はすんな。強っ。いやリアンリアン、ありえない。やめろ、なんで行かないの誰も。キーパーねえ、ファール、 PK だよ。ほらもう外せ。ナイス、カバー行って、よしよし、 PK 読んでた、 PK の上調査だけど読んでた。シュート、いや入んね。いやーダメだ、やめて、何で行かせんの。シュート、シュ、入んね。うわ、ナイス。いた、うわ、やばい、マジやばい、マジやばい。はい、ゴー、決めろ、決めろ、入んね。なんで入んないの、やべ、なんで取れないの、なんで取れないの、なんで取れないの。うわ、いや、キーパーずる、キーパーがうまい、なんで取れないんだってば。やめて、お願い、やばい、頼む。なんでダメがないの。よしよし、ハリハリ、慌てる暇ないって、慌てる暇ないって、時間がない、30秒やばい。よしよし、ここシュート、ウマンタイヤ死んでる、ウマンタイヤ終わってねえぞ。ウマンタイヤ死んでない、最後最後まで分かんないぞ。頼む、うわ、うわ、キーパーナイス。今あとでいけねえ、これや、ナイス、やばい、決めろ、はい、決めろ。いやー入んね、やめて。いやー、いやー、
おめでとうございます。ファイルムさん、おめでとうございます。あと1点が遠かった。でも最後の30秒は歓声を感じさせられてよかった。これどうなんの、どうなんですか。俺どんなダメ取った、どんでいいんですか。終了。1位のあれだけどさ、あ、いよいよワールドツアーの最終ステージです。チームに実力派の選手を揃えましたか。世界屈強のチーム相手に自分たちの底力を見せつけつけてきました。誰が本物なのか見守って持ち出してみましょう。まさまたまたまたミラー、マンチェスター・ユナイテッド、フルトレイツ、フルトレイク、インテル、LA、ロサンゼルス・ギャラクシー、トットナム、やばい、普通にやばくないですか。え、東京がある、東京がある、東京が上海がある、いっぱいあるな。この黒いマークのが親善試合だよね。でこの国旗マークが大会だね。それはワールドステージ前にロンドンチャンピオンシップ、ロンドンヨーロピアンチャンピオンシップという忘れ物を次回取りに行く。スコカードワールドステージや。ちょっと待ってくれ。マンチスナイテッドとかインテルとかいんのか。いやー、手強そうだな。最終的にこれ EO スタジアムかな、最後は。いやー、マジか。まあ、でも、とりあえず、今回は5分で終わりたいと思います。次回、ワールドステージ行ってもいいけど、ロンドンでオーピアンチャンピオンシップで、忘れ物を取りに行きましょう。だけで、おっしゃっておりました。例えば、チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしてます。ちょっと、どうか、慰めてください。いや、Twitter、Instagram、ぜひフォローお願いします。おっしゃっておりました。また次回、よろしくお願いします。バイバイ、またねー。勝ちたかった。